予約し、え？何？怖い。予約したはずなんだけど、名前はあゆなごろ。え？怖い怖い怖い。誰？君。で、この後、どこやったっけ？ちょいと待ってね。とりあえず私はこの一連のイベントを、きっちり成功させたいと思って、このサブクエだけ、私は攻略を見ながらやっているのだけど、鍋釜ってどこ？鍋釜亭の、どこだよ？鍋釜亭って。鍋釜亭？あれか、え？違うか。一応、1時50分ぐらいから行ける、ぽい、の、だけど、まだ11時か。鍋釜亭、この街の中にあるよね。鍋釜亭？名前的には、ここかな？違う？宿屋鍋釜亭、これや。あ、ここか。蝶々さんの家じゃなくて、ここか。トイレに、髪を求める人がおったとこ。あれなんか微妙に不気味なんよね。手だけ出とる感じが。ってことは、とりあえず、2時ぐらいまで動かしていいんかな。まあ、一旦動かしますか、時間を。ちょっとオカリナ、下にセットしとこう。今、空き瓶いらんもんね。下、A、右やった？これ逆さ歌になっとる？普通に戻します。とりあえず2時まで動かします。動かしてから中に入ったらどうなるんやろう。受付の人がおるとかそういうことかな。今のところ受付の人おらんかったもんね。誰かなんか今、ガチャって扉が開く音がしたんやけど、誰かどっかから出てこんかった？出てきてないな。あ、ゴーマンさん出てきた。なるほど。時間経過によって確実にストーリーは進んでいるわけだね。今気が立ってんだ。話しかけんな。ふざけやがって。これからどうすりゃいいんだ。怒ってらっしゃる。そこあれをね、なんか、ミルクのところじゃない。バーかなんかじゃなかったっけ。ミルクバー。あ、まだ。まだここにいた。ちょ、待って、時間の流れ。まあ、まだ大丈夫か。昼間から飲みに来たんすか。あ、これで一応あれにしようか。ここで一応時間の流れ戻しておくか。1時50分ぐらいやろ、今。多分。はい、時の流れ遅くしまーす。歩くのがゆっくりになった。会員証みたいなのがいるって言ったよね、ここ。飲むためには。なるほど。ゴーマンさんが仕事を失って、昼間からしっぽり飲みに来たと、座った。何じろじろ見てやがる。あんたたちのショーはキャンセルだそうだな。じゃあここには用がないはずだ。わしは飲みに来たんだ。客だ。じゃあお客さん、開店は夜の10時です。それまでお待ちください。開店夜の10時やのにずかずか入ってきて。あ、確かにここ初めて入った？もしかして。今まで空いてなかったよね。え？空いとった？わからん。でもこの人は、え？うん、わからん。でも入り口のところで説明見ただけな気がするな、私。
それに当店は会員制です。会員証のない方はお引き取りください。会員証もないんかい。じゃあミルクはいらん。しばらく考え事がしたい。場所を貸してくれ。どうぞ。優しいね、おじさん。お客さん、店は夜からだよ。それからここは会員制でね。会員証がない人はお断りなんだ。ま、今は準備中だから、掃除の邪魔にならんならお相手しますがね。ここのその会員証をゲットするっていうのもあれなんかな。サブイベの一つなんかな。どこでゲットするんかわからんもんね。くそ、団員たちになんて言ったらいいんだ。多分こっちはこっちでカフェは関係ないサブイベなんかな。わからん。なんか同時進行。いろんなものが同時進行しよるよね。すごいなぁ。あ、で、鍋かまて。ん？受付誰もおらんけど。ん？誰か来たっぽい？あ！誰か来よる、誰か来よる。ねえ、誰か来たよ。受付の人かな？受付の人や、来た来た。なんか、まともそうな人やね。どうも。ん？お話しさせて。いらっしゃいませ。鍋釜亭にようこそ。ご予約の方ですか？はいって言ってみようか。ご予約終わりでしたか？よかった。アイノ様ですね。少々お待ちください。アイノ様、午後にお月のご予約を受けたまっております。予約してましたっけ？はいって答えたけど、午後にお月のご予約を受けたまってる？私から？怖いんですけど、誰？お部屋は2階、ナイフの間。こちらがお部屋の鍵でございます。なんか知らんけど、あざす。誰が予約したの？怖いんですけど。宿の鍵をもらった。よくわからないけど予約してあったようだ。え、怖い。何？誰が予約したの？私の名前でちゃんと予約しとるよね。え？これはラッキーだ。団員手帳に書き込んだ。ラッキーなの？不気味なんだけど。怖いんだけど。ごゆっくり。宿屋の娘、あ、この人？アンジュさん、団員手帳に書き込んだ。え、やっぱり、ん、ん？いや、この人はちゃんとその、ねえ、10代後半から20代前半ぐらいの雰囲気やけどさ、カフェと年齢違いすぎない？合ってるの？結婚？年齢合ってます？カフェのお面つけて話してみよう。あ、そのお面、あなたもカフェを探しているんですね。そうなんすよ。ん？もしかして誰か入ってきた？あ、ポストマン。そんな名前やったっけ？来たね。こんな家の中まで入ってくるんや。手紙届けに来た？ごゆっくり。なんかちょっと、怖いな、微笑みが。ただいま仕事中なのだ。話をすると予定が狂うのだ。ごめんね。手紙を渡しに来た。あ、これは、確かにお届けしたのだ。あ、待って。この手紙は、どこで？ポストなのだ。まあ、そりゃそうよね。ポストから回収して配達しようやもんね、ポストマンは。そうじゃなくて、どこのポストで？どこかのポストなのだ。ま、でも、ね、そういう個人情報は、そうじゃなくて、教えてください。秘密なのだ。そうじゃなくて、そこはそうじゃなくてじゃないかもしれんや。普通にその、仕事上知り得た秘密は守らなければみたいな。ここはもうこれで終わりなのか？あ、ポストマンが去っていく。知らないのだ。知ってても秘密なのだ。お？
あれだな、ただ単になんか空気の読め変な人かなと思ったけど、なんかちゃんと事情を知っとって内緒にし、あえて内緒にしとるっていう感じがある、含みのある言い方ですね。なるほど。あなたもカフェを探しているんですね。お願いがあるんです。あ、進んだ。彼を、カフェさんを探す手がかりがあるんです。さん付けってことはやっぱ、え、なに、もしかしてあれか？コナン君パターンみたいな感じ？なんか薬飲んで縮ませられたみたいな。違う？で、なんかあれやなに、子供の姿になったけん、あえんけん、お面をつけてひっそり、潜んどるみたいな。今夜、夜の11時30分に、うちの厨房に来てください。話はその時に。夜会う約束をした、団員手帳に書き込んだ。すごいね、一気になんか色々と、話が進んでいくわ。こんなにストーリーきっちりありましたっけみたいな、いっぱいストーリーが。夜の11時半？あ、ただその前になんか、一応なんかこの、やらんでも影響はないけど、やったらよりなんかこう、ストーリーが深まるみたいな要素もあるっぽいけん。次が、4時10分にまた鍋かまてに。一応私はストーリー的なネタバレはされたくないタイプやけん。自分で知って驚きたいやん、いろいろ。だけ一応、流れの部分だけ、その攻略を見よる。中身の内容は見てない。ってことで、一旦進めます？下へ、右、下へ、右。4時10分ね、次。はい、時の流れ戻しまーす。あれかな？あんだけの、この手紙はどこで？みたいな反応しよったってことは、あの手紙が、その朝、カーフェイがポストに投函した手紙ってことか。そっか、家族宛てというか、お母さん宛てではなく、何？アンジュ？宛ての手紙を出しよったってことは、そこで。へぇー。なんか来た。外からなんか来た。都会はごちゃごちゃしてて分かりにくい頃。なんか、格好的には、配達員みたいな格好してるね。鍋釜亭に入っていったぞ。泊まりに来たんかな。もしかしてまたなんか配達？格好的にはそうやもんね。どうなんやろ。ここでちょいと戻すか。あれやな、ちゃんとイベント多いよったら、初めて思うけど、こんなにキャラクターっていろんなとこ移動しよったんやね。申し訳ございません。本日は満室でして、ご予約の方でいっぱいなんです。予約し、え？何？怖い。予約したはずなんだけど、名前はあゆなごろ。え？怖い怖い怖い。誰？君。あゆなごろ様？という方は受けたまわっておりません。語尾だよ、語尾。近いのは一つありますが。え？そうごろ。まあ、天気いいから外で寝るごろ。え、そんなこと、え、大丈夫な、それで。申し訳ございません。どういうこと、どういうこと。本当にないごろ？本当にないです。本当ごろ？申し訳ありません。え、どういうこと、どういうこと、怖いんですけど。諦めたっぽい。話させて。お客さん、時計塔広場には行きましたか？カーニバル恒例のあれが組み立て中だったでしょう。今年のあれもすごいんでしょうね。人との会話をあれで済ませるなよ。楽しみですね、あれ。なんだよ、なんだよ。せちがらい世の中ごろ。君は一体誰なんだい？特に反応は変わらんな。ちょっと追いかけてみるか。
外で寝るんかな。でもまだ寝るような時間でもないと思うけど。夕方よ。ああ、まあでも、宿泊先ってなると夕方にはもう入ったりするか。切りつけよった。もしかしてそこのベンチで寝る感じ？あ、まあ普通の時間の流れにしたら、もう6時になるんか。あ、そこで寝ます？今までこんなやつおった？もしかしてストーリー進めんと現れんかったキャラクターとか？別に夜にこんなとこに座り込んどるゴロン族おらんかった気がするんやけど。別に会話は変わらんね。じゃあ次進むんかな、もう。次が、今何時？ 5 時か。で、次が0時に、夜に鍋釜邸に来てって言われとったと思うんやけど、0時に鍋釜邸？最初の夜、あと60時間。ん？もう今もう夜なんよね。寝だしたな。風が湿ってきた頃、明日雨降る頃、ゴロゴロ。寝言か？時間違うよね。違うか。待って、もう一回ちょっとカフェのお面を。間違えた。今夜夜の11時30分にうちの厨房に来てください。話はその時に。11時30分か。オッケーオッケー。夜の11時30分。え？めちゃくちゃ後じゃない？ねえ、めちゃくちゃ後やと思うんやけど。あっとんかな？でもなんかこれ、なんかタイムスケジュールを見よったら次の日の朝9時、まあ、これは民でも別に影響はなさそうだけども、タイムテーブルの見方がよくわからんくなってきたな。その細かい説明を見てないけんわからんのかもしれんけど、え？どういうことだ？夜なんよね、今は。あ、そっか、夜やけん大丈夫なんか。ちょっと自分の中で勝手に納得。うるせえ。一匹うるせえ、外で寝るなっていうレベルやん。怖いよー。めっちゃいびきかいてるよー。夜の11時半ね。夜の11時半まで待ちまーす。はい。今夜11時半ぐらいかな。ちょっとここで、時の流れを戻しておこう。はい、今夜の11時半ぐらいやけん。よし。厨房に来てって言ったよね。厨房ってどこなんだろうか。びっくりした。お話は厨房で。あ、了解です。じゃあ、はい、入るの待ちますね。ここか？厨房。ん？違うっぽいな。あっちか。ついて行きます。11時半に厨房って言わんかった。もう0時になりそうですけど。結局話せるのは0時からということですか？ほら、まだ歩きよるけど。0時になったやん。じゃあ0時に呼べよ。はい。夜遅くにすいません。彼、カーフェイさんなんですけど、彼から手紙が来たんです。ふんふん。変ですよね。行方不明の人から手紙が来るなんて。
いや、まあ、行方不明じゃなく、家出と考えれば別に変ではないけど。でも、絶対間違いない。彼からなんです。私にはわかります。お願い。ここに私の手紙があります。これをポストに入れてください。この世界の手紙というのは、人の名前で届くの。住所じゃなくて。どこにおるとかわからんくても、人の名前さえ書いとけば、ポストマンが探し当てて届けてくれるってこと？有能すぎん、ポストマン。これが届くとき、手紙を受け取るとき、あなたは彼に会えるはず。彼に伝えてください。アンジュは待っていますって。そしてそのとき、彼がどんな様子だったか、私に教えてください。私には怖くてできないから。お願いできますか？まあ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 。しましょう。ありがとうございます。カフェへの手紙を預かった。びっしりやね。早く届けてあげよう。お届け先は三角ポストだ。大事な約束をした。団員手帳に書き込んだ。朝早くに出してください。ふんふんふん。うわ、消えた。魔法のように消えたぞ。キラキラを残して。寝に行ったんかな。そっと出ていく。そうか、そういえば不気味なおばあちゃんがいたな。朝早くに出してください。まだいるのか。一晩中いるのか、あいつ。三角ポスト、どこでもいいんかな。いらっしゃいませ、ガッピー。まあ、もう0時。朝という認識でよろしいか？わからん。とりあえず入れとけばいいかな？カフェへの手紙。ここで使ってもダメみたい。出してよろしいか？とりあえず出そう。あれ？あ、これで出せるか？はい。確かに受け取りました。ガッピー。お届けは明日になりました。ガッピー。とりあえず手紙を出した。団員手帳に書き込んだ。あ、ちゃんと進んだっぽいね。オッケーオッケー。んーで、その次が、今ここどこかな？次、クロックタウンの北。北？こっちか。クロックタウンの北で何かしらイベントが起こるっぽい。こっちかな。うん、ここだね。で、ここで、めちゃくちゃ当ててる。え、誰がどこから当ててんの？あ、君か。めちゃくちゃ当てよるのに全然割れんやん。で、ここで、12時半ぐらいに、イベントが起こるっぽい。こんなとこで起こるイベントってなんかあるか？あいつが風船を割るっていうイベントしか思い浮かばんけど。割るとしたら。風船強すぎん？時間の流れを戻したところで、一応、この私が見逃した部分のイベントだけ、ちょっと詳細を見たところ、12時半で、このクロックタウン来た？で、爆弾屋の女の人が、仕入れから帰ってくる途中に、あ、左近に大きなボム袋を盗まれるっていうイベントが発生する。なるほどね。泥棒みたいなこと言ったもんね、左近。なるほど、なるほど。ここで大きなボム袋を爆弾屋さんが盗まれるんやけど、アンジュとカーフェのこのサブイベント、このイベント自体を、成功させるためには、あ、なるほど、成功させるためには、ここで起こっ
で、その爆弾屋の女の人が、荷物を盗まれるっていうイベントで、その女の人を助けてはいけない。なるほど。もし見とったら助けてしまったかもしれんね。じゃあ見逃してよかったっていうことにしとこ。とりあえず。はい、ということで、アンジュとカフェのイベントは、これで、とりあえず1日目がここで終了っていうことやけん、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、次回、二日目をやっていこうと思います。このカーフェのイベントのね。どうなんかな？私的にはもうカーフェはとっくに見つけとんやけど。なんならもうね、前の世界線で会話までしてるけんね。まあ、あれは、カーフェイはなんだ？サコンがどうのこうのみたいな話しよったよね。何しに行方不明になったんやろ。やっぱり体が縮んだ。コナンパターン。わからん。まあ、ストーリー進めていったらわかるか。